食品の研究・開発・品質保証・製造技術者向けの展示会食品開発展が10月4日から6日まで東京ビッグサイトで開催されました。今年はコロナの影響も薄れたことから会場には4万人近くが入場、出展コマ数も830コマと過去最高を記録しました。食品の機能性を持った素材、美味しさを持った素材、あとロングライフ、あと安全品質のための技術が集まった展示会で、健康、美味しさ、ロングライフ、安全品質、こう食品のための重大技術が集まった展示会です。やっぱりコロナが明けて皆さん気合満々、かなり意欲を持って新しい新素材を発表したりとかセミナーをやったりとか、かなり皆さんの気迫が感じられます。会場は食品開発関係の人手で超満員、ブースにも専門家が並び、まさに食品開発にはうってつけの展示会です。早速取材に向かいました。こちらは食品分析を専門にするユーロフィン球研株式会社のブース、大見卓一郎社長にお話を伺いました。海外だとやはり自分たちで自分たちのものを測ったっていうのは本当っていうところはやっぱりありますので、弊社のような第三者機関に出して、公平な目で、例えばギャバが 10mg、100g 中に入ってますねっていうのも、こう第三者機関に証明してもらうっていうのが普通なんですけれども、特に残留農薬の基準値にとかについてもヨーロッパ厳しくてですね、で台湾とかも割とアメリカとかヨーロッパの基準値とかを持ってきてますので、日本基準だけじゃなくてですね、世界基準での分析とか分析結果っていうのが求められてくるのかなとは思ってます。こちらは東京ビジネスフロンティアによるパビリオンブース、多くの企業が共同で出展しています。中小企業の皆様19社お集まりいただきまして、フードロングライフであるとかですね、さまざまなこう分野で出展をいただいておりまして、受注発注の機会にしていただきたいと、そういったブースになっております。食品の安全安心含めですね、さまざまな形で企業さん頑張っていただいておりますので、応援していきたいと思っております。インテリジェントセンサーテクノロジー社は味を数値化する味覚センサーの最新機種を展示しました。どこが見えるかというと、この酸味、苦味、渋味、旨味、塩味、後味が見えるかが結構ですね、ポイントになってまして、でそれをですね、人間っていうのは人それぞれ違うので、味覚センサーを通して、味の物差しみたいな形で、使っていただけるような形になります。つくば市にある農業食品産業技術総合研究機構、食品開発に欠かせない開発が行われています。亀谷博美障害チーム長にお聞きしました。ここのブースでは食品に関係する研究を行っている食品研究部門のその中の成果について一部を紹介しているところです。テーブルに何やら実験装置が置かれています。人胃消化シミュレーターって、食品の胃の中でどう消化されているのかっていうのを調べるための装置になります。人の胃もこう前導運動っていう動きがあって、それでこう食品が壊れて混ざっていくんですけど、食品と人工消化液をこの装置の中に入れて、胃の消化をかなりリアルな形で模擬できて、例えばこう消化されやすい食品を開発したいんだけど、実際本当に消化ができているのかどうかっていうのを調べることもできます。いろんなオイルをわずか 1% でゲル化できる化合物を開発いたしました。このゲル化剤はトウモロコシ由来のデンプンから誘導した糖になっています。天然由来の糖と脂肪酸をただくっつけるだけで新しいゲル化剤が開発されました。化粧品のオイルをゲル化したり、また今回食品として健康にいいオイルを固めてマーガリンを作れるのではないかということを考えております。一方、こちらはセミナー会場。黒山の人だかりができています。新商品開発は企業の命、皆さん真剣な眼差しです。味分析と香り分析についていろいろご説明させていただきました。その活用度であったりとか、さまざま皆さんがいろいろお悩みのところがあると思うので、それを解決できればなと思って、社会的にこういう食品分析の需要というのは高まっているというふうに感じております。